スフィンゴミエリンはスフィンゴ脂質の一種である。動物の細胞膜中に存在しており、特に神経細胞の軸索を膜上に覆うミエリン症の構成成分としてよく知られている。人においては体内に存在するスフィンゴ脂質全体上のうちの85%近くがスフィンゴミエリンである。なお、人においてはグリセロール由来でない唯一の膜ン脂質である。 スフィンゴミエリン分子は一般的にホスホリルコリンとセラミドから構成される。スフィンゴミエリンはすべてのスフィンゴ脂質と同様にセラミド構造を持ち、これに加えて浸水性の頭部としてホスホコリンもしくはホスホイタノールアミンを一つ持つ。スフィンゴミエリンの構造赤、ホスホコリン黒青、セラミド黒、スフィンゴシン青、アシルキスフィンゴミエリンの機能は 長らく分かっていなかったが、近年になって、シグナル伝達の機能を持つことが発見された。スフィンゴミエリンは、細胞膜外側の面にのみ存在する。スフィンゴミエリンの蓄積は、ニーマンピック病 A 型、B 型と呼ばれる、珍しい遺伝性疾患を発症させる。この疾患は、スフィンゴミエリナーゼ酵素の欠損により引き起こされる。スフィンゴミエリナーゼ酵素の欠損により、 脾臓、肝臓、肺骨髄、脳などにスフィンゴミエリンが蓄積されることで不可逆的な神経障害を生じさせる。ニーマンピック病 A 型は幼児に発症する。疾患の特徴として横断、肥大化した肝臓、重大な脳障害が挙げられる。これを発症した幼児が18ヶ月以上生存することはほとんどない。ニーマンピック病 B 型は 肝臓と脾臓の肥大化を引き起こす。通常、13歳未満でこれらの症状が生じる。脳障害は起こらない。ほとんどの患者は、高速化姿が、正常値と比較して1%未満を示す。赤血球膜中におけるスフィンゴミエリンの過量は、赤血球プラズマ細胞膜の養生部外側への過剰な脂質蓄積を生じさせる。これにより、有極赤血球と呼ばれる。 赤血球の異常形態が起こる。ありがとうございます。